い、どうも皆さんこんにちは、ヒロトンします。今回の動画は本日登場したこちらのガチャ、ショータイムゴールマシーンズ、おすすめいくつなんでしょうか、そしてこのガチャは引くべきか、詳しく解説していこうと思います。ということでまずは搭載選手から見ていくんだけど、今回ハーランド、ケイン、ホドリゴ、この3名がピックアップされていて、特殊スキルがハーランドにバレットヘッド、ハリーケインにフェノミナル、この2つが追加されています。ショータイムね、特殊スキル3つ3人につくのかなと思っていたんで、まさかすぎる。なんかこれならエピックガチャ結局引くよねってなる気がするんで、まあ、どうせなら全員につけてほしかったね。加えてハイライトを見ていくと、この8名何かとネットで話題になるエリワイ、また優秀なところで言うとウィリアムズとか、いいメンツになっているのかなと思います。ただ必須級はいないかな。まあなのでいつも通り今回もショータイム選手3名の育成の評価、そしてその後にそれを踏まえてガチャ評価やっていくんで、ぜひ最後まで見ていってください。まず1人目はホドリゴ。選手詳細見ていくと、174cm、レベル上限29、プレイスタイルウィングストライカーで、適性が両ウィング、センターフォード、この3つですね。そして能力見ていくと、オフェ戦、ドリブル高くて、パスも70超えて決定力ある、あとはスピシュン80超えてますし、キック力フィジコンがねちょっと低いんで、ここだけがちょっとなっていうところなんですけど、まあ、他の能力優秀なんで、まあ、全然今の環境でも戦えると思います。そして頻度制度は普通高い。で、今回ブースターストライカーセンスもらっていて、まあ、追加するならボールキャリーとかアジリティ、そのあたりがおすすめかな。そしてスキル構成見ると、ダブタエラシコアシュラ、特殊ダブタ持ちですし、コンカミドル、ワンシュースルーパスアウトスピン、他にも優秀なスキル持っているんで、まあ、全体的に見て非常に優秀な選手なのは間違いないです。ただ特殊スキルついてないんで、他の2人に比べちゃうとその面ではね、希少価値的にも落ちてしまうのかなと思います。そしてホドリゴおすすめ育成がこちら、決定力7、ドリブル9、瞬発8、スピード10、エアバトル1です。スカットに入れてこのような能力、さらにブースター込みだと、オフェ戦90、ドリブル全部90以上で、決定力90、スピシュン90以上、フィジコン70、ボディバラ91と、まあ、全体的にフォワードとしてはめちゃくちゃ強い能力ですね。ただ決定力そこまでいらないよっていう方は、まあ、4ぐらいで止めておいて、まあ、パスに4振ったり、フィジカルに振ったり、まあ、減らすなら決定力かな。スピシュンドリブルはこのぐらい振っておけば扱いやすいと思います。今回初めてのショータイム、さらにウィングストライカーでの登場ということで、比較は難しいんですけど、まあ、過去登場したライブレの逆足最高ホドリゴ、ここと比較していくんだけど、まあ、CF 育成で、まあ、こんな感じの能力差ですね。まあ、こう見るとやっぱスピシュン、ボディバラ、フィジコン上がってますし、まあ、オフェ戦も高いんで、まあ、過去最強と言っていいんじゃないのかなと思います。ただ今回特殊スキルやっぱり追加されなかったんで、その面だと無理に乗り換えるほどではないんじゃないのかなと思います。まあ選手として好きな方、あとは習慣ではポジ的追加できませんし、まあホドリゴ別のポジションで使いたいとかあれば狙ってみてもいいのかなとは思います。そして2人目がハリーケイン。選手詳細見ていくと、188cm、レベル上限28、プレイスタイルリンクフォワードで、適性がセンターフォワードのみですね。で、能力見ていくと、オフェ戦80超えて、で80は超えないんだけど、ドリブル、グラパ70後半ありますし、足元もしっかりある。で、決定力80以上で、スピーシュンは70超えてくるし、キック力フィジコンも高いんで、まあ、ストライカーとしてめちゃくちゃ優秀な選手です。しかも頻度精度高い、最高、いやえぐいねこれは。でブースターシュートプラスに、スキル構成はヘッダー、コンカミドル、アクロバティックシュート、ワンシューフェノミナル、ワンパススルーパーアウトスピンと、構成も素晴らしい。まあリンクファード苦手な方も多いと思うんで、ほんとそこ次第ですねこの選手は。そしてケインおすすめ育成がこちら、決定力4、ドリブル7、瞬発9、スピード12、エアバトル1。スカットに入れてこのような能力になっていて、スピシュンこちらも88で、ドリブルも全体的に高いですし、これでグラパ80、決定力90、フィジコも86と、いやこの能力はマジで強いな。まあレベル上限もう少し高いとね、ドリブル、フィジコンにもう少し触れたんだけど、あと減らすとこがなそんなにないんだよな。まあ瞬発減らしてフィジコン振ってもいいですし、まあ、追加ブースター的にもアジリティとかボールキャリー、まあ、シンプルにそこら辺でいいんじゃないのかなとは思います。そして一度ショータイムケイン登場しているんで、そこと能力比較していくんだけど、今回スピシュンがバグ強化と言っていいレベルに上がっていますし、まあ、前回のショータイムケイン持っている方は、まあ、乗り換えしちゃっていい強化されてるかなと思います。まあ、フィジコンも高くなってるし、さすがに2023でのショータイムなんでだいぶ強化されてますけど、やっぱこう見ても強えな。あとは習慣でもケイン登場しているんで、ここと能力比較してみるとこんな感じ。まあ、スピシュフィジコン高いですし、まあ、ガチスカで使うなら今回なんだけど、まあ、こう見ても習慣でも全然強いですね。まあ、ただ今回フェノミナルフィニッシュ、さらにスピシュン、フィジコン、身体能力強化されているんで、もしケインガチスカで使いたい方は引く価値は十分ありますね。まあ、他にも今年登場したリンクファールと能力比較するんだけど、カントナですね。まあ、やっぱりカントナね、能力おかしいよなこれ。
まあ、ケイン勝ってるところで言うと決定力、ヘディング、フィジコンとかスピード、まあまあストライカーとして使うならケインだけど、全然カントナでもねやれないことはないんで、まあ、リンクワードをストライカーとして使わない方は、まあ、全然カントナで十分かなと思います。モメンタムだしね、フェノミナルフィニッシュもいいんだけど、さすがにカントナの方が評価高いかな。これで B 固定だし。そして今回最後ハーランドの選手詳細見ていくと、194cm、レベル上限34、めっちゃ高いね。プレイさえラインブレーカーで、適性がセンターフォワードのみです。最近ボックスが多かったんで、ここでライブレに変わるのはマジでありがたい。そして能力オフエッセン81で、ドリブルちょっと低いんですけど、決定力85へで、スピシュンも高くて、キック力ある、ジャンプフィジコンある、頻度セロやや低い高い、まあ、足元はないけど他の能力がズバ抜けて高いですし、身長も195へ、こうやってバレットヘッドもう文句なしです。最強で、ブースターもエアリアルプラスに、スキル構成ヘッダーバレットヘッド、コンカライジングミドル、アクロバティックシュートワンシュー、 PK キッカーエアバトル闘争心、まああとダブター足裏ワンパスルパー、まああと一つは自由枠とか、そのあたりの追加になってくるかな。そしてハーランドおすすめ育成がこちら、決定力4、ドリブル9、瞬発12、スピード9、エアバトル6です。スカットに入れてこのような能力になるんだけど、まあ、ドリブル全て80以上、オフエッセン決定力、スピードキック力、フィジコン90超えてきますし、エアバトル6振ることでヘディングも80乗るんで、まあ、今回のハーランド使うならエアバトル6まで振ってあげたいかな。まあ、割と他の能力は結構自由枠なところはあるんで、まあ、どんな育成しても基本的には相手にいてほしくないストライカーになると思います。で、今回ブースターはアジリティ想定ですね。いや、強えなー。あ、そうだ、最後のさっき一枠、自由枠って言ったけど、スパサブだね。もう後半からこんなの出されちゃもう、やってらんないでしょ。いや、強すぎるぞ、これ。まあ、ハーランドね、ショータイムでも登場してるんで、そこと比較していくんだけど、能力差はこんな感じ。今回、フィジコンジャンプ上がっていて、で、ヘディング、ボールキープ、上昇しているって感じで、まあ、本当にバレットヘッド、空中戦も強いハーランド使うか、フェノミナル、まあ、理不尽な体勢で、フィニッシャーとして使うかで変わってくるとは思うんだけど、まあ基本的に前回のハーランド持っていたら無理に乗り換える必要はないかな。まあ一応ビビたる差ではありますけど、過去最強と言っていいと思いますね。まああとみんな気になっているところで言うと、スアレスとどっち引いた方がいいみたいなところあると思うんで、スアレスと比較していくんだけど、能力差はこんな感じですね。やっぱりこう見るとスアレスの強さ際立ってるね。まあ、フィジコンはさすがにハーランドの方が高いんだけど、他の能力、瞬発、ボディバラ、ドリブルもそうだし、パスもそう。まあ、身長とか結構差はあるんで、しっかりとした比較にはなんないんだけど、そしてメッシ、ネイマールも搭載されている MSN 優先で引いた方が良さそうかな。まあ、ただ、前回のハーランド持っていなくて、コインに余裕がある方は、ハーランド、理不尽感ありますし、まあ、獲得する価値は十分ありますね。ということで、ここまでが本日登場したショータイムゴールマシーンズおすすめ育成&評価になります。これを踏まえたガチャ評価最後にやっていくんだけど、まあ、結論から言ってしまうと、まあ、基本的には今は引かなくていいと思います。今はというかスルー推奨ガチャですね。今回目玉選手がハーランド、ケイン、この2名なんだけど、まあ、すごい活躍している2人ですし、今後も週間でも登場する可能性十分考えられますし、ハーランドがあまり評価されなかったことを考えると、現段階の天井がもうここら辺だと思うんで、まあ、今無理して引くガチャではないのかなと思います。やっぱり MSN 優先して引いた方がいいと思います。あとは月曜ガチャもエピック来ると思うんで、まあ一旦ね、今すぐではなくて来週月曜の更新見てからどちらにせよ引いた方がいいと思うんで、まあまだ焦る必要ないですね。まあ来週中型部でも行われますし、また熱い更新が来そうなんで、まあそれを踏まえて考えると、とりあえず迷っていた方は個人的にはスルー推奨です。まあ改めて最終評価も出そうと思うんで、まあぜひ気になる方はそちらの動画もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。